ポール・グライスは、イギリス出身の哲学者、言語学者。オックスフォード大学を経て1967年から、カリフォルニア大学バークレイコー校教授を務めた。言語哲学の分野で大きな影響を与え、特に現代の含みと文字通りの意味との関係を明らかにした、含みの理論及び意味するということを、話者の意図という概念によって分析した、意図ベースの意味論で知られる。 言語に関わる業績は1989年の著書スタディーズ・イン・ザ・ウェイ・オブ・アーズにまとめられている。他方で理性という概念の分析、価値の形上学的基礎づけといったテーマにも関心を持っており、それぞれアスペクト・オブ・リーズン、ザ・コンセプション・オブ・バリューにまとめられている。グライスは JL ・オースティンの弟分にあたり、 いわゆる日常言語学派を担う哲学者の一人とみなされる。だが、グライスは日常言語学派の方法論に強くコミットしながらも、同時に日常言語学派に対する内部からの批判者であったとも考えられる。というのも、グライスは日常言語学派の方法論に基づいた概念分析を良しとしながらも、オースティンらにおけるその方法論の不明確さも認め、 そうした不明確さの除去を目指して、含みの理論を打ち出しているのだ。日常言語学派に対するグライスの批判点は、次のようにまとめられる。日常言語学派の哲学者たちは、語が持つ意味論的な内容と、その後の発話を含む発話が持つ、語用論的な内容を区別していない。だが、概念分析にあたっては、語が持つ意味論的な内容のみに考察を。 集中させるべきだ。グライスはこのように考える。そして日常言語学派の方法論には意味論的内容と語用論的内容を区別するシステムが欠けている。それを補う理論として含みの理論が提出されることになる。発話された表現が時義的に持つ内容からその発話が持つ含みが計算される仕組みを体系的に記述しようとした理論。 もともとは近くの因果説の用語のために提出された。ロジックカンバセーションなどで大きく扱われている。例えば、ガソリンが切れて困っている人に、ある人 A が、あっちにガソリンスタンドがあるよと言ったとしよう。この場合、A は、単にあっちにガソリンスタンドがあるということだけでなく、そのガソリンスタンドが開いている。 そのガソリンスタンドにはガソリンがあるといったことも伝えようとしていると言える。こうした文字通りの内容を超えた限界の内容をグライスは会話の含みと呼ぶ。含みの理論では協調原理とそれに従属する4つの確率が想定される。4つの確率を守ることが結果的に協調原理に従うこととなる。だが実際の会話ではしばしば確率が破られる。 しかし多くの場合、和社が協調原理に従っていないとはみなされない。こうしたズレが会話の含みを生じさせると考えられている。さきの例で言うと、和社はガソリンのありかを伝えていないのだから量の確率を破っている。けれど協調原理を破っていると考える根拠はない。それゆえ、聞き手は和社は含みのレベルで量の確率を満たしているのだと考える。 つまり、和社は、文字通りには、量の確率を破っているのだが、ガソリンが、問題のガソリンスタンドにあるといったことを、限界の含みとすることで、協調原理を満たしているのだとされる。一般に、会話の含みとは、和社が協調原理に従っているという想定を維持するために、必要となる一群の過程のことだと定義される。また、グライスは、会話の含みの他に、 規約の含みという概念も導入している。これは語がそれ自体で持つ内容でありながら、心理条件的意味を超え出る内容を指す。例えば、あいつは金持ちだけど、いい奴だよ、などというとき、金持ちであることといい奴であることが対比的に語られているように思われる。だが、この発話は、心理条件的には、あいつは金持ちで、いいやつだと変わらない。 そこで、ここでの対比は、規約の含みだとされる。会話の含みでも、規約の含みでもない内容は、言われていることと呼ばれる。この表現自体は、グライス自身のものではない。グライスは、日常言語学派の方法論を、意味という概念に用いて、その分析を試みた。論文ミーニングなどでなされている。グライスによる、意味の分析は、大きく3つの段階に分かれる。 第一に、自然的意味と、非自然的意味の区別。第二に、非自然的意味の中で中枢とみなされる、和者の意味の定義。第三に、和者の意味を元にした、無時間的意味の定義。この反転はマシンを意味するのような事例で、意味するは、自然的に用いられていると、グライスは言う。他方で、 あのベルの音はバスが満員だということを意味するの、場合は非自然的だとされる。これらを区別するのに重要となる特徴はいくつかあるが、事実性と括弧の使用可能性がわかりやすい。例えば、この反転はマシンを意味するが、実際にはこの人はマシンではなかったというような発話が可能になる事態というのは想像しがたい。というのも、反転がマシンを意味しているなら、 それはまさに問題の人がマシンを発症しているということに他ならず、それが間違いだということは考えにくいからだ。他方で、あのベルの音はバスが満員だということを意味するが、実際にはバスは満員ではなかったということには問題がない。ベルを鳴らす係の人が勘違いしたり、嘘をついていたりしていたのかもしれないからだ。また、この反転は、マシンを意味するわ。 不自然だ。他方で、あのベルの音は、バスが満員だを意味するは、極めて自然だ。結局のところ、この二つの意味の区別は、自然の因果性が関与する事例と、何かしら、慣習的な事例との区別に、おおよそ多用する。グライスは、このように意味の事例を分けた上で、自らの研究対象を非自然的意味に限定する。当然のことながら、 言語的意味などは非自然的意味の事例に含まれる。非自然的意味の中で最も重要なものが、和者の意味だ。和者の意味とは、和者が発話場面において意味することとされる。グライスは、和者の意味を、和者の意図という概念を用いて定義できると考える。具体的には次のようになる。この定義をもとに、さらに意味の内容の特定、判例への対処などを加えていき。 和者の意味の定義が与えられていく。ちなみに、グライスの理論では、発話は、言語的発話に限られず、身振りなども含まれる。特定の場面ではなく、場面を通じて発話タイプが持つ意味が、無時間的意味だ。例えば言語的意味が、その一部だ。グライスによると、あることを意味したいなら、 一定の発話タイプを用いるという手続きを身につけているという仕方で、まず個人言語における無時間的意味が定義される。そして、そうした個人言語の無時間的意味から機能的に特定の言語における無時間的意味が定義される。言語と言われてはいるものの、これは通常言われている言語に限られてはいないということに注意が必要だ。 統語論を備えた言語については、手続き同士が特殊な関係を持っているものとして定義される。ありがとうございます。